フィンランド内戦は、フィンランドで1918年に発生した、ウーハシロ・マモル軍と、サハ赤英軍による内戦である。帝政ドイツの支援を受けたシロ・マモル軍がヘルシンキを、陥落させ、東方問題の前線であるサンクト・ペテルブルクの、英仏資本を建制した。第一次世界大戦の煽りを受けて1917年、ロシア革命が起こると、 フィンランド議会はこれを後期として1917年12月6日に独立を宣言した。ロシア革命により誕生したばかりのソビエト政府は民族自決の方針からフィンランドの独立を認めた。独立後のフィンランド情勢は不安定であった。内政的には食料を不足による飢饉、高い失業率、不況といった問題を抱えていた。自作農や 資産家階級の人々は、自らの財産を守るべくしろ守る軍を組織した。尾崎実や労働者たちは革命を目指して、赤英軍を組織した。両者の対立が高まる中、1917年10月に、左派勢力は議会における絶対多数を失い、政府は、赤軍の国外追放を決議。1917年11月には、ゼネラルストライキが発生し、 両派の対立は決定的なものとなった。白守軍は帝政ドイツとスウェーデン義勇軍の支援を受けた。一方、赤英軍はソビエトロシアの支援を受けていた。白守軍1918年にバーサにいる白英兵1918年1月12日、議会は強い権限を持つ警察を組織することを受け継ぎ、1月15日に元ロシア帝国軍将校、 カール・グスタフ・マンネルハイムが白守る軍の司令官に任命された。赤英軍の司令官にはアリ・アールトネンが就任した。1月19日に初めの戦いがカレリアで勃発した。1月26日に赤英軍は革命の声明を出した。内戦が始まった公式な日付には議論があるが、ヘルシンキにおいて赤英軍が革命の発生を知らせるべく。 塔に登り、赤いランタンで照らしたとき、戦闘の始まった1月27日の深夜、あるいは1918年1月28日とも言われる。フィンランド議会は、ヘルシンキ市を脱出して、バーサへ移動し、ここを臨時首都とした。ヒュビンカーにいる、赤英兵、赤英軍は民主的な社会主義国家の樹立を起としていた。赤英軍を構成する。 社会主義者たちのうち多数はフィンランドの独立存続を望んでおり、フィンランドがソビエトロシアの構成国家となることは否定していた。白守軍のマンネルヘーム将軍は内戦に勝利するためドイツの武器援助は必要と考えていたが、ドイツ軍の直接介入には反対していた。赤英軍は1月28日の早朝にフィンランドの首都ヘルシンキを制圧した。 続いて3月14日までの初戦において、フィンランド南部を制圧し、戦いを有利に展開した。ただし、赤英軍の連度は低く、将校は能力不足で、兵士はそもそも軍人ではなく、武器を持った民間人でしかなかった。軍の規律はひどく乱れており、初戦の有利な勢いを生かすことはできず、戦果も小さかった。開戦当時、8万人のロシア軍部隊がフィンランドに、 駐留していた。レーニンは、フィンランド赤英軍を援護するために、追加の軍隊を送ろうとしたが失敗した。実際には1万から7000人が実動した戦力で、残りのロシア部隊は、動きが鈍かった。ただし、ロシア領内レニングラード前面には、赤軍の熟練部隊が展開していた。フィンランド白守軍はドイツに対して2月14日に、救援を依頼した。 ドイツは一個師団を派遣。フィンランドのバルト海沿岸都市には、ドイツ海軍の戦艦2隻が、赤英軍へ砲撃を行った。白守軍は3月15日に反撃を開始、戦争の主導権を奪った。兵士の能力の低さの点では白守軍も、武器を持った民間人に過ぎず、赤英軍同様であったが、マンネルヘーム司令官とその部下は、 第一次大戦でドイツと対峙した東部戦線で十分に訓練されていた。4月6日にはフィンランド南西部の重要な工業都市タンペレに進行した。タンペレの戦いはこの戦争で最大の戦いであり、スカンジナビアの歴史上でも最大の激戦であった。この戦いにより白守る軍は500人から1000人が死亡、赤英軍は1000人から2000人が死亡。 一万千人が捕虜となった。4月13日にシロマモル軍によりヘルシンキが陥落。赤英軍はビープリへ逃亡。4月29日にはカレーリアの主要都市が陥落。赤英軍最後の拠点も5月5日に陥落。赤英軍はフィンランドを脱出、ロシアへ逃亡した。シロマモル軍は1918年5月16日にヘルシンキで勝利を祝った。 ありがとうございます。